いるんです。今回も、ワンピース、犬のリピート特典誕生の実況動画やっていきたいと思います。前回は、ゲームオリジナルエピソードとして、イルカと老人のイベントをクリアして、で、ナミが、脱退して、アーロンとに行ったので、今回は、前半の、一周目の最終回となるアーロン大決戦やっていきたいと思います。行きましょう。で、なんだ、ナミが抜けたんで、もう一人、仲間入れていきましょう。前回ちょっと予測入れてたんで、今回ジョニーにしよう。できれば二人同時に入れた方がいいんですけど、前回までの分かりやすい嵐のコーナーですね。こう。インストール最悪の時。確かにな。イーストブルーレベルが本当に無双できるもんな。いやーでも本当にタイプでも作ってみたいんだよな。ワン、おー、これた、たぶんなんかアーロンの手下のやつやったっけ。普段本来グランドラインにいる的なやつなんだけど、アーロンが連れてきた時の感じかな。もう一匹だけか。とりあえず攻撃していこう。どんな感じか、なかなか、なんか体力あるね。106でも、これが半分から4分の1か。ギリギリ届く。かなり気がする。はい。こいつらに広いし、一旦全体遠いかな。なんだっけ、ゲームで視力的には同時数量なんだよ。海王類。大気でいいと思う。もう乗れないんですか。ちょっともったいないけど。配置を間違えたかね。今のは頂上戦争の時の海軍中将おつるさんのセリフです。ようやく危なかった。逆にゼロで良かったかもしれない。26。ルフィのレベル超えたんちゃうかな。で、今回ちょっと30分超えるかもしれないですね。一応、エピソードとしては最後の話なんで。何？後ろ飛び。最初からそれやればよかったんじゃないの？飯を食うとは。はい、着きました。島に入っては生き延びようかな。あそこかな。この道は多分敵出てこないはず。おばちゃん、なんか本当におばちゃんって感じやな。どうだろう。こう敵と戦いたくないんで、ちょっとゆっくりめに。
Sakura.
あ、つながりの先生だったか。ちょっとミスったなぁ。システムがありまして、次ねここからやり直しをできるので、今回ちょっと思ったより時間かかったんで、今回前編後編で分けますんで、今回はここで終わりとなります。はい、ということで、まあ、久しぶりのオープニングを流してます。流しながら今回はここで終わりたいと思います。チャンネル登録と高評価、コメントもお待ちしてますんでよろしくお願いします。それでは。